皆さんこんばんは、ジェームスです。台風13号が6日午後3時ごろ、フィリピンのセブ島の東約330キロの海上で発生しました。台風12号が去る8月24日に消滅して13日ぶりです。台風13号は北上し、韓半島がある右側ではなく左側に向かう見通しです。今後フィリピンの首都マニラ付近を通ってルソン島の北部地域を貫通する予定で、5日後の9月11日には香港の南約 350km 付近の海上に位置する見込みです。コンソンは台風委員会加盟14カ国のうちベトナムから提出された名前で、ベトナムの島の名前です。一方、現在台風コンソンの東海上には、今後台風14号の発達が有力とみられる熱帯低気圧 TD19W があり、気象情報提供アプリウィンディ予測気象モデルによると、この熱帯低気圧は台湾の東海上へ北西に進み、その後経路を曲がって北東に進み、13日からチェジュ島を皮切りに韓国に影響を及ぼすものと予想されています。合わせてチェジュ島と隣接する沖縄及び九州も台風の三叩か予想経路に入っています。ただこのような予想は随時変動する可能性があります。台湾周辺を通っても再び西側の中国東海岸か、東側の韓半島日本かなど経路が分かれることもあります。秋の台風は何度も YouTube の映像でお話しましたが、非常に危険な存在です。中国、韓国、日本に大きな被害を与える可能性があります。この秋の台風13号、コンソンと14号、チャンプは時期的に意味があります。8月にマグニチュード7と8以上の強震が全世界で発生し、2020年とは比べ物にならない、2020年だけでなく2010年の東日本大震災以降、特異な地震の動向を示す非常に不吉な時期に、今回の台風13号と台風14号が近づいているのです。チャンプ、シャンスはカンボジアから提出された名前で、花の名前だ。本日9月6日夕方11時に台湾の花蓮沖で M の強震が発生し、午後4時には東京23区、千葉市、川崎市、横浜市、横須賀市などが接する東京湾で地震が発生しました。2021年の大地震を控えている今この時期に、秋に来る2つの台風は兆しが見えないようです。地震は前震があり、その後に本震が来ます。今回台風が大きな被害を与えた後に、年末に大きな大地震が来るかもしれません。この秋の台風をそれで私は何の被害もなく過ぎ去ってくれることを願っています。中国、韓国、日本のどの国にも被害を与えないことを願います。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。